バレーボールの日韓戦、大接戦の第2セット、セットポイントを握られますが、エースの石川が流れを引き寄せます。まずは強烈なバックアタックで同点とすると、最後は石川のブロックでこのセットを奪います。そんなエース石川を上回る活躍を見せたのは18歳の新星西田。ノータッチでのサービスエース、さらに相手を弾き飛ばす連続サービスエースを決めるなど、石川を超えるチーム最多の25得点。西田の活躍で日本が勝利です。ピンタされたな。